皆さんこんにちは、あぜんちゃんです。というわけで今回は2021シリーズ本当に獲得してよかった投手ランキング紹介していきたいなと思います。今シリーズも残すは OB とワールドスターの再臨のみということで、新規の選手はもう登場しません。今回はですね、所持している選手を振り返りながら、いやこの選手やっぱり取ってよかったなという選手を、発表していきたいなと思います。もちろん獲得してよかった選手ランキングなので、自分が所持している選手の中から選びます。例えばですね、山本由伸選手の2021シリーズは、私当ててないので、山本由伸選手みたいに、持ってない選手は、ランキングの、対象外となります。今回ですね、1位から10位の、ランキングを作成してきたので、早速10位から、紹介していきたいなと思います。第10位は松井裕樹選手です。これはね、アニバーサリーになっているんですけど、今シリーズから松井裕樹選手大幅に球種が変わっていて、こういった、球種になっています。まあ、松井裕樹選手に関しては、まあ、よく使われていたなというイメージが強いですね。ランク戦とか、大会をやるたびに、中継ぎとして、よくね相手の人が出してきたイメージがあります。松井選手の良さは何といっても、使いやすいところですね。投手適性全部ありますし、球種に関しても、ランク戦大会どちらとも、通用する球種になっています。特にね、変化球が強いので、大会では、よく見かけましたし、特能も、伸び20丸タイピンチ近いと、まあ、タイピンチとね、伸び20丸という強い特殊能力を持っています。松井選手に関してはね、個人的にも、よく使いましたし、やっぱり一番はよく使われてるなというイメージの方が強いですね。何回も、対戦したピッチャーですし、まあ、そのね、汎用性の高さから、松井選手を今回は10位にしています。第9位は大谷翔平選手です。ワールドスターの大谷選手ですね。まあ、この選手の良さは何といっても球が速いこと。正直ね、ランク戦ではあんまり強くないと思うんですけど、大会ルールになると一変めちゃめちゃ強くなるんですよね。球種もね、全部で8球種ありますし、まあ、なんといっても、球威165キロのストレート、それプラススライダー、高速カーブ、フォーク、カットボール、ここら辺の使い分けが、まあ、大谷選手の真骨頂ですよね。投手適性、中継ぎ抑えもありますし、まあ、本当に使い勝手は、松井裕樹選手に匹敵する、そういった、選手になっていると思います。まあ、先ほども言ったんですけど、ランク戦と大会で全く強さの変わる選手だと言っても、いいと思います。基本的にね、ランク戦で強いピッチャーは、大会ルールでも強いとか、まあ、正直そこまでランク戦と大会でね、大差のある選手ってそこまでいないと思うんですけど、まあ、その中でも大谷選手ランク戦とね、大会で使い勝手が変わってくるので、まあ、そういった意味でも、結構珍しい選手になっているのかなというイメージです。第8位は福大人選手です。個人的にかなり推している選手です。今シリーズは、めちゃめちゃ使いましたね。福選手といったら、今シリーズからマッスラとツーシームということで、まあ、貴重なね、左のマッスラツーシームの選手になったわけなんですけど、まあ、もちろんね、それも強い、マッスラツーシームも強いし、福選手のいいところはその他球種も強いです。スラカットがあって、フォークの変化量が1、スクリューもあるということで、まあ、マッスラツーシーム以外の、意識も持たないといけないということで、かなり、苦戦した方もね、多いと思います。まあ、福選手に関してはね、結構使う側の技量が必要というか、まあ、いかに、コースビタビタに、マッスラツーシームの、ベストピッチを決められるかという選手だったので、まあ、結構ね、使う側としても、慎重に投げないといけない、まあ、結構難しい選手というイメージが強いです。それこそね、コースビタビタにマッスラツーシームを投げ分けると、まあ、結構猛者でも、打ち崩すのが難しい、そういったピッチャーだと思うんですけど、まあ、どちらかというと左ピッチャーに対して投げる方が強いのかな。右バッターの場合ね、結構マッスラのボールを、巻き込まれてレフト線に落とされるみたいなイメージもあったので、個人的にはまあそうですね、最強の、左殺しのピッチャーだったのかなと思います。第7位は阪神の藤浪晋太郎選手です。まあ、今シリーズに関してはアニバーサリーのみ S ランクで登場ということで、まあ、アニバーサリーでね、獲得した方も、多いんじゃないかなと思います。今年からですね、フォークがスプリットに変わったということで、今まではね、ツーシームフォークのピッチャーだったんですけど、今シリーズからツーシームスプリットの、ピッチャーに変わっています。まあ、藤浪選手ですね、もちろん球が速いというのが一番の武器だと思うんですけど、個人的にはね、QED のスプリットが、かなり藤浪選手の、
良さを引き立てたんじゃないかなと思っていて、スプリットとかね変化球って、球威によって落差というかなんか曲がり方がちょっと変わってくるんですよ。特にね、フォーク系だと、球威がなければないほどなんかゆっくり落ちていくイメージがあるので、特にねこの QED のスプリットっていうのはなんか他のピッチャーのツーシームスプリットとは違い、なんかゆっくり落ちていく、スプリットだったので、まあ、そういった面で考えると、結構ね、苦戦した方も、多いんじゃないかなと思います。第6位は楽天の田中将大選手です。今回ねあえてシリーズ1を選ばせていただきました。まあ、覚えてる方もね、多いと思うんですけど、マー君はグランドオープンと同時に、追加されています。グランドオープン前日の特番で能力が発表されて、これはやばいぞと、球種もリアタイ向きだし、能力もオールへの全動値、これはやばいピッチャーが現れたということで、まあ、シリーズ1のねグランドオープンとかを盛り上げたという意味でも、まあ、このね、マー君はすごいなんか思い入れがあります。2021シーズンからね、日本球界復帰ということで、注目を浴びたマー君なんですけど、まあ、やっぱ普通に強かったよね。ダブル高速スライダー持ちの、ツーシームスプリット、ツーシームもね、変化量というか球威が C あるし、まあ、球種自体もものすごく強かった。そして特能でコントロールを持っている、まあ、本当にコントロールを持っているね、ツーシームスプリットのピッチャーって少ないので、かなり、貴重だったと思いますし、まあ、やっぱり本当投げやすかったですよね。まあ、マー君に関してはね、シリーズ2をなかなか当てることができなかったし、今年1年間、シリーズ1をね、使い続けてきたので、あえて、シリーズ1を選んでいます。第5位はダルビッシュ有選手です。まあ、去年に引き続き、ダルビッシュセレクションが来るということで、まあ、今年はね、どういった、ダルビッシュさんが出てくるのかなと、注目が集まったんですけど、結構変えてきましたよね。まず能力オール A の全動値ということで、まあ、能力面に関してはもう最強クラスです。中継ぎもね、できますし、リーグオーダー的にはもう本当に、最強だったと思うんですけど、リアタイ的にね、最強だったかと言われると、もちろん強かったんですけど一番では、なかったのかなと思います。まあ、去年と違いね、今シリーズのダルさんはツーシームを、軸とした、球種の構成に、なっている感じで、まあ、どちらかというとやっぱりストレートツーシームの使い分けプラス、スプリットで、どう抑えていくかみたいな、ピッチャーになっていました。なので、まあ、変化球自体で言うと去年の方が強いんですよね。まあ、ただそこを補う特殊能力キレ20丸タイピン近いコントロールということで、まあ、コントロールがついていたのも、今シリーズのね、ダルさの特徴だったかなと。先ほど言った通りね、ツーシームスプリットでコントロールを持っているピッチャーかなり少ないので、まあ、そういった意味で言うと、まあどちらかというとボール球を振らせに行くタイプって言った方がいいのかな。なので選球眼がいい人と当たると結構見逃されたりしてね、どんどん投げる球が減っていくというか、なんか去年の球種に対してはまあインパクトがねそこまでなかったかなと、正直に思うので、ダルビッシュさんは、5位になっています。第4位はワールドスターの沢村博一選手です。まあ、沢村選手一番の特徴といえばやっぱりスプリットですよね。球威、変化量6のスプリットを投げるということで、まあ、ここまでね、質の高いスプリットを投げる選手は、まあ、他になかなかいないですよね。しかも、特殊能力超タイピンチ20丸が出た時は、スプリットの変化量が8になるということで、まあ、このスプリット8っていうのは単体でもねものすごく強かったですし、まあ、おまけにここにツーシームが加わってきます。タイピンチが出ると、QEB のツーシームになるので、まあ、ツーシームだけでも強い、ツーシーム意識させてからのスプリット、逆にスプリットを意識させてからの、ツーシームも強かったので、ツーシームスプリット単体で考えるともう本当にトップクラスの、選手だったと思います。第3位は日本ハム宮西直輝選手のシリーズ2です。まあ、宮西選手に関してはシリーズ1とシリーズ2で、明確な差が出ているのかなと思います。もちろんね、シリーズ1もスラーブ2球種ということで、まあ、宮西選手最大のね、強みのスラーブ2球種それだけでも強かったんですけど、シリーズ2に入ってから、スラーブ以外が、強くなっています。まあ、結構ねカトフォというオリジナル球種が、ピックアップされがちなんですけど、もう一番強くなったのは明らかにシンカーがスクリューに変わったことです。宮西選手左ピッチャーということで、シンカーの方がオリジナル球種だったんですよ。まあ、普通ね、左ピッチャーのシンカー方向はスクリューなので、まあ、スクリューが普通なんですけど、まあ、シンカーというね、まあ、オリジナル変化球の、判定だったので、
どの高さから投げても変化量が一定でした。それがですね、スクリューに変わったことにより、高さによって変化の仕方が変わる。これが強いんですよね。スクリューに変わったことにより、意識をねスラーブだけではなくスクリューにも、置かないといけなくなったし、スクリューとスラーブばっか意識しすぎるとカトフォがね意外と手出ないんですよ。カトフォもいい味出してるし、スクリューも強くなったということで、今までもね、最強の、リリーフピッチャーだったと思うんですけど、最強がさらに強くなったということで、シリーズ2の宮西選手の強化っていうのは、結構ね影響がでかかったのかなと思います。第2位は阪神 OB の藤川球児さんです。藤川さんに関してはね、1位予想していた方も多いと思うんですけど、1位の選手の方が個人的にはね、壊れていると思ったので、藤川さんを2位にしています。今シリーズの藤川さんはご本人が、球種を監修されたということで、どういったね、球種になるか結構注目を浴びたんですけど、予想を上回る、強さでしたよね。それが火の玉ストレートということで、リアル軌道以外で、ストレートが浮くというね、そういった、ストレートに変わっています。しかも、それだけではなくて、ツーシームとスプリット2球種というおまけ付き、球種が分かってからはね、ぶっ壊れだの、やりすぎだのいろいろとね、意見が飛び交っていたと思うんですけど、人間の慣れっていうのはね、怖いもので、こんだけね、強い球種の藤川さんでも、慣れれば意外と、打てるようになるっていう、特にトップクラスの人たちはもう後半藤川さんボコボコ打ってましたね。もちろん球種だけで見たらね、最強ですし、あんまり、打たれないピッチャーなんですけど、ここまで壊れていても意外と打てるようになるよっていうのをね、教えてくれた、そういった選手でもあったのかなと、個人的には思います。そして栄えある第1位は赤堀元幸さんです。これに関しては文句ないでしょう。もう藤川さんが2位だったら、間違いなく1位はこの人ですよね。赤堀さんはですね、過去に TS で登場していたんですけど、今シリーズのダルビッシュセレクションにより球種が大幅に変わっています。赤堀さんに関してはね、他のピッチャーとなんか違うんですよね。なんか考え方が違うなと個人的には思っていて、全員のもう全ユーザーも強い弱い関わらず全ユーザーの平均打率を3割4割ぐらいにする、そういったピッチャーというイメージを、持っていただければ、一番わかりやすいのかなと思います。赤堀さんに関しては全て投げる側次第と言いますか、運次第と言いますか、タイピンチが出ている時のムービングをですね、コースビタビタに投げてあげると、もうそれがストライクになるか、ボールになるかは、投げる側も、打つ側もわからないということで、本当に、究極の運ゲー投手だと思います。もうこの投手をね、打てるか打てないかっていうのは実力よりも、運の要素が強いということで、そういった面ではね、本当に他のピッチャーともう全然違うところかなと思ったので、実力で正直どうにもならない赤堀さんが個人的には、ぶっ壊れだと思いますし、本当に、取ってよかったなと、思えるピッチャーの一人です。今回のランキングは完全に主観になるので、人によってね、ランキングの順位とかは変わってくると思うんですけど、個人的には今紹介したピッチャーはね、本当に、取ってよかったなと思ってます。今回はね、投手編ということでやってきたんですけど、あらかじめ言っておくと、野手編をやるかどうかは迷っています。なのでね、野手編も見たいという方は、ぜひコメントで、野手編も見たいですと、コメントしていただけると、野手編もね、作ろうかなと思えるので、そういったコメントなり、高評価もね、ぜひよろしくお願いします。